アレスタッチはモバイル向け CAD ソリューションです。インストール後、すべての図面の閲覧と寸法機能が無料で利用できます。アレストリニティのライセンスがあれば、これからご紹介する編集機能やコラボレーション機能を使用できます。アレスタッチはスマートフォン、タブレット、どちらからもご利用いただけます。スマートフォンは画面が小さいですが、いつも携帯しているデバイスです。 図面が添付された電子メールを受信したとき、アレスタッチで簡単に開くことができます。アレスタッチのファイルエクスプローラーを使ってみましょう。これはデバイスやクラウドに保存されたファイルを参照できる機能です。多くのファイルストレージと連携できます。 ファイルがクラウドにある場合には自動的に同期します。そのため、すべてのユーザーが最新バージョンのファイルで作業できます。もう一つのメリットは図面のダウンロードが不要ということです。アレスタッチはどの図面にもいつでもアクセスできます。もうオフィスにいる必要はありません。しかもファイルは常に最新版に更新されています。アレスタッチはオフラインでの作業も可能にします。ファイルがクラウドにある場合でも作業ができるのです。 オフラインを利用したいときは、ファイルオプションから選びます。これはファイルを開いたときも自動的に実行されます。ファイルがクラウドに保存されると、このようなメール通知が届きます。これにより、他のユーザーとの共同作業が劇的に改善されます。何らかの対応が必要なときにも迅速に動くことができます。 通知が届いたらスマートフォンから直接図面を開くこともできます。アレスタッチのユーザーインターフェースはタッチスクリーン用に最適化されています。2本指でズームインとズームアウトができます。1本指で図面移動を行うことができ、ダブルタップで図面範囲の表示にできます。右側に重要な機能にアクセスするアイコンがあります。例えばこのようにシートからモデルに移動できます。 ここでは画像を表示したり、非表示にしたりできます。画像の表示状態をチェックするために、すべての画像を表示してみます。図面を閲覧している間、ツールバーを非表示にもできます。試しに画像を非表示にしてみましょう。ビューツールバーには異なる 3D ビューポイントがあります。 これらは 3D 図面で作業する場合に役立つ機能です。もちろん 2D ビューに戻すこともできます。さらに 2D 編集機能のフルセットがあります。 スマートフォンでは表示機能と注釈機能を利用することがほとんどでしょう。寸法記入ツールは注釈ツールバーにあります。寸法記入ツールは距離や角度を調べるときに使用します。他のタッチジェスチャーもご紹介しましょう。 エンティティスナップを使うと図面を長押ししたときにルーペが表示されますエンティティスナップで特定の点を指定することができるのです編集機能については後ほど詳しくご紹介します 先に共同作業を改善するコラボレーション機能をご紹介しましょう。コメントツールバーを表示するとコメントとマークアップのパレットが開きます。ここで他のユーザーと共同作業の履歴を確認できます。これらの履歴はアレスコマンダー、アレス駆動のユーザーによるものです。必要に応じてこれらの会話に返信もできます。 ポイントは、コメントやマークアップによって共同作業がスピーディーになることです。現場で図面を使用しているユーザーとも、オフィスにいる設計チームとも円滑にコラボレーションができます。アレスタッチユーザーはマークアップを使って音声をコメントとして挿入できます。例えば、現場からオフィスへのリクエストはこのようにしてメッセージを残します。明日お客様と会います。最終的なイメージがわかる写真はありますか 同様にスマートフォンで撮影した写真を挿入して画像記録としてコメントすることもできます。写真を使って現場の状況を報告したり、設計チームに役立つ情報を共有したりできるのです。最後にもう一つのマークアップ手法、スタンプについてご紹介しましょう。 スタンプはテキストより早くて簡単です。事前に設定されているスタンプ以外に新しいスタンプの作成もできます。重要なことはスタンプもマークアップもコメントも図面に影響を与えない点です。これらはコラボレーションフィードのため非表示にすることも可能です。設計チームが後で図面からコメントを削除するような無駄な作業は必要ないのです。マークアップを作成すると自動的に全てのユーザーに電子メールで通知されます。 ここからはタブレットでの利用方法をご紹介しましょう。タブレットはスマートフォンと違い、常に携帯しているわけにはいきません。むしろノートパソコンの代わりによく利用されているのではないでしょうか。実際、タブレットは大画面が魅力です。タブレットなら印刷された図面に近く、スマートフォンよりより快適に図面を見ることができます。アレスタッチではデバイスに保存されたローカルの図面にも、クラウドに保存された図面にも全てにアクセスできます。 Android と iOS での唯一の違いはファイルオプションを使用するときの動作です。iOS でファイルオプションを使用するにはスワイプします。スマートフォンでもタブレットでも使える機能は同じです。すでに紹介した寸法機能やコラボレーション機能も備わっています。ここでは図面の作成、編集機能について説明します。最も基本的な機能がこちらです。右側のツールバーに作成、修正、挿入があります。 このアイコンをタップするとすべてのコマンドリストが表示されます。コマンド名はすべてアレスコマンダーやオートキャドと同じです。例えばハッチングコマンドを呼び出してみます。今回は2つの機能をご紹介しましょう。ブロック挿入とクイック修正です。図面を修正する前に画像ツールを使用すると便利です。エンティティの選択でその図形が含まれる画像を現在の画像にできる機能があります。 図形を作成したい画像を選択後、挿入ツールバーからブロック挿入を選択します。この機能で図面に含まれるブロックを確認することもできます。例えば、これは縦具のブロックです。これは机のブロックです。こういった情報は設計チームの図面の改善に役立ちます。例えば、プロパティアイコンを選択し、プロパティパレットを開きます。選択したブロックが正しい画像に挿入されているかが確認できます。 必要であれば別の画像に変更することも可能です。エンティティを選択するにはタップするか画面上で指を押したままにして領域選択を表示させます。選択領域を右に移動した場合は領域の内側に含まれるエンティティが選択されます。左に移動した場合は領域に交差しているエンティティも選択されます。選択後、クイック修正をタップします。起点の入力を求められます。 クイック修正コマンドを使うと図形を素早く編集できます。選択した図形に対して、コピー、移動、回転、尺度変更などの操作を組み合わせることができるからです。作成ツールバーや修正ツールバーにあるコマンドを使用すると、アレスコマンダーやオートキャドと同じ操作だとわかります。 座標入力では絶対座標または相対座標を入力できます。例えば直前の点からの距離と角度で次の点を指定できます。この動画のまとめに入りましょう。 モバイルキャドを利用する目的は、プロジェクトの市場投入までの時間を節約することにあります。アレスでは外出先からでもリアルタイムで図面を更新できるので、クライアントを含めたユーザー間のやり取りが効率化できます。設計チームは現場からの迅速なフィードバックと情報共有で、より生産性が向上するでしょう。